皆様こんにちは、マックスフライです。こんにちは、マイミルトンと高橋くんです。昨日、先日公開した、動画、あちらの動画に映っているというコメント、ツイッター、もろもろたくさんいただきまして、会話？はい、何か読むか俺を読んで、サイト何か読むかファミレスでピンポンじゃないんだぞ。はい、もうでも本当にそんな感じで来てくれるんで。こんな編集してる時気づくでしょ。いや、あの僕がちょっと書き出したYouTube にアップする前のファイルがあるんですけど、ほう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 、ちょっと見てもらっていいですかね。このそれですね、同じシーンをちょっと、はい、同じ秒数のところ、ちょっと会話、はい、何か読むか俺を読んで、サイト何か読むかファミレスでピンポンじゃないんだぞ。はい、もうでも本当にそんな感じで来てくれるんで。だからコメント来た時、どういうことって思って、何言ってんだと思ったら、そのここの秒数って書いてあって、見てみたらくっきり、だから YouTube にアップされたやつには映ってんすよ。謎 よくわかんないですね。あと、あのこのコメントで幽霊映ってるの見て、で、あの撮ってきた他の素材も見てみたんですよ、一応元データ。そしたらちょっと見てもらっていいですか。全然見ようぜ。その公開してない動画、はい、公開 してないです。上がってないですね。はい、私も初めて見る。汚い。すごい短い動画なんですけど、今、いや、何もなかったよ。いた。どこに何がいるの、これ。これじゃない、これ。汚い。ちょっとこれは気持ち悪すぎますね。ちょっとね、なんか硬いたい。肩痛い、うん、やめてください、そういうことで我々、いまだかつてここまではっきりと映ったものをね、見たことないですから。ないですね。ない。現地に確認しに行きましょう。え、わざわざ。もう一度確認しに行きましょう、これは。それは行かなくていいんじゃないですか、別に。むしろこの動画をお払いした方がいいんじゃないですか。その方がいいと思う。お払いも同時進行でやろう。とりあえず斎藤さんになんかそのやばいですよって教えてくれる。そう、家がやばいんじゃないかなっていう。メールでもいいです。もちろん連絡取り合っていこうぜ。あ、はい、事前に連絡リオナリから入れてもらって。あ、はい、わかりました。で、行こう。あ、連絡します。もうすぐにでも行こう。気持ち悪いな。これはね、数字取れるよ。お疲れ様でございます。今回我々は映像の確認から、うん、現地に再び。やばくないっすか。意気揚々と現地へ再び。意気揚々なの村井さんだけ。そんなテンション結構おかしいと思います。来たくなかったですし。私、笑いもよくわかんないし、私そもそも霊的な体験人生で一回もしたことないし、はい、あとはね、マミルトンさんとかとこう出張とかでもなんか、やばいんすよ、私の部屋出るんですよみたいなこと言われたとしても、なんか正直写真でここにいますよねって見せられても、なんかあーんみたいなところはあるんで、まあ、今回正直あの自分もビビリなんで、私ビビリですから怖さもありますけれども、
なんかちょっとかましたい気持ちあるよね。道細、道細。通れんのこれ。こんなとこ通りましたっけ。わからん。すげえ道だなこれ。怖っ、怖っ。戻りますか。迷った、戻ろうか。すいません、お戻ろう。全然わかんない。てか本当であればな、出た時間考えたらもっと早く着くんだけどな。うん、なんか暗くなる前に着きたかったんだけどな。そうっすよね。てかむしろ行かなくていいんじゃないですか。ここまで来たら、ここまで来たらいかんとあかんね。ここまで来たらさすがに。あ、もう着く。もう着きます。お、うん、おじいちゃん、俺あん時のおじいちゃん。ほんとだ。おじいちゃん元気。え、なんかでもやべえ、なんか何も聞いてないのに、え、指さしてる。え、うん、動かんぜ、おじいちゃん。なんか今おかしくなかったですか。大丈夫、この前着いた、着いた、着いた。ここ、ここ、ここや、ここだ、ここだ。斉藤さんち。暗闇じゃないか。街灯も暗しい。お疲れさん。暗しい、お疲れ。暗い、何も見えねえな。見えんな。うん、一回止めちゃう。ちょっと、なになになに、よいしょ。やるじゃん、リオナリ。うわっ。ちょっと僕はもうロケの準備はね、バンタン、バンタンです。大体どんな道具も、大体どんな道具もある、うん、お、すげえ。丸太さん、はい、一応。おお、便利便利、センキュー。そばゲーでありそう。斉藤さんは、斉藤さんなんか連絡してるんですか。リオナルが連絡してるよね。あ、僕連絡しました。うっす、うっす。はい、暗いな。あれ、びっくりした、びっくりした。斉藤さんが、斉藤さん、びっくりした。斉藤さん、こんばんは、マスメです。斉藤さん、こんばんは。斉藤さん、いや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 、斉藤さん、ええ、いや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 、今の明らかにおかしかったし、だって。ドア開いてるじゃないですか。こんばんは。こんばんは。マジ電気。斉藤さん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 、だんだん行くに行こう。あんたが切れてる。何、開いてる、ちょっと開いてる、ちょっと開いてる、ここ。うわ、開けますよ。ちょっと無理だ、もう。入った。斉藤さん、持ってきましょうか、ここで。やめよう、もう帰ろうよ。あ、大丈夫ですか。斉藤さん、何、ゾウがある、ゾウがある。ゾウ、ゾウ、一応で見たらやばい。もう早く、早く、もう。そうですね、斉藤さん、一旦ここは斉藤さんと話したところだけど、最初に、ユーフォンの話したところ。ありましょう。斉藤さん、斉藤さん、もう早く確認して帰りましょう。もういない。もう早く、早くしません。手につかないっすか。つかない。なんで。確認しよう、確認しよう。はい、早くしましょう。お前座ってたら、座ってました。リオナリカメラのとこ行ってくれ。はい、私右側座ってました。高橋くん、そこ。僕、ここで。で、あの時ここに斉藤さんがいて、はい、はい、この私の後ろ、後ろです。はい、ここ、ここが、はい、はい、で、映ってた。はい、そうです。いや、私もいいんじゃないですか。いや、まだ映ってるかどうかわからん。そのすぐ映るわけじゃないでしょ。何も映ってないです。ちょっと確認しようぜ、確認。ちゃんと。せっかく来たんだから。何も映ってないです、特に。もう何や
やもうすいませんもう帰ります高橋君高橋君高橋さん高橋君どうしたんですか高橋君なになになにリュウナル、どうした何なになにおなになになにあれ意味わかんないですマジで起きたことがいやマジで意味わかんない無事に出れましたね本当だよ何なんだよおなんだよなんだよ何おいあれって何何何何斉藤さん斉藤さんはぁなんでなんでもいいのどういうことだいぶ家から離れたでねどういうこと何してんのあの二人あ何あ何何何何何どういうことあ指差しとる指差してる何どういうこと何が見える何が見えるええ何何何なんだあれ姉さんあれ何いやなんだなんだでかいでかいでかいこれはなんだなんだなんだあれはい、皆様ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。どうでしたか。実は今回のこの一連の動画は全てフィクションです。
今回我々は新たな動画への取り組みとしてフェイクドキュメンタリーというジャンルに挑戦してみました。あのフィクションをまるで本当にあったかのように見せるというジャンルでございます。今回の動画はロケに行ったら幽霊が映り込んでしまって、もう一度その場に行ったら幽霊に襲われてしまうというフェイクドキュメンタリーでした。1本目 の、 あの UFO 発見 UFO 降臨という動画の際には、コメント欄大変お騒がせいたしまして、申し訳ございませんでした。失礼しました。私たちの持っていた、100倍以上の反響でございました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。今回は縦画面でお送りしたんですけど、実は横画面バージョンっていうのを制作中でございます。近日こちら予告動画が上がりますので、ぜひご期待ください。そんなわけでこの度はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。次回作も、お声いただければ作りたいと思いますので、ぜひともお声ください。はい、では